湿式洗浄灯は、カロからの沿道ガスなどから汚染物質を除去する装置である。湿式洗浄灯では、汚染されたガスを洗浄液の噴霧、洗浄液に吹き込んだりして接触することより、汚染物質を除去する。ベンチュリー灯。ベンチュリー灯では、サイクロン分離器と呼ばれるミストエリミネーターを用いることが多い。ミストエリミネーターを上部に設置した重点灯。 様々な等がある。湿式洗浄等、すなわち大気汚染防止装置の設計は産業用プロセスの条件や性質、汚染物質を含有する空気により異なる。入口ガス清状や培人粒子の特性が最も重要である。洗浄等は培人粒子やガス状の汚染物質を集めるよう設計する。いろいろな湿式洗浄等があり自由に配置ができる。 洗浄液と汚染されたガスの節液が良くなるよう設計されている。湿式洗浄等は媒人粒子を液的に補修することにより除去する。液滴はその後集められガス状の汚染物質を溶解、吸収する。洗浄等内のガス中の液滴はミストエリミネーターや飛沫分離器と呼ばれる装置により出口ガスから分離される。また、洗浄後の排液は 排水処理した後排水したりプラントで再利用される。湿式洗浄等の細かな粒子を集める能力は洗浄等への電力投入量に直接比例することが多い。スプレー等のような低エネルギー装置は5マイクロメートルより大きな粒子を集めるために用いられる。1マイクロメートル以下の粒子の除去には高い効率を得るために 通常ベンチュリー等のようなエネルギー消費量の多い装置や凝縮洗浄等のように粒子を大きくする装置が必要となる。加えて正しい設計、飛沫分離器やミストエリミネーターが高い除去効率を得るために重要である。ミストエリミネーターで補修できない液滴の量が増えると汚染物質の排出レベルを高めることになる。ガス状の汚染物質を除去する湿式洗浄等は 吸収糖と呼ばれる。高い液ガス比、すなわちガスと液の接触が十分に行われることは吸収糖で高い除去効率を得る上で重要である。様々な形状の湿式洗浄等がガス状の汚染物質を除去するために用いられる。重点等や棚弾糖が最も一般的である。粒子とガスを含むガスの場合、湿式洗浄等は量染物質を除去することのできる。 唯一の空気汚染防止装置である。湿式洗浄等は、倍人粒子とガス両方に対して、高除去効率を達成ことができ、場合によっては、量線物質を高効率で除去する。しかし多くの場合、倍人粒子除去に適した、運転条件は、汚染ガスの除去には適していない。一般に、高いガス、倍人粒子の同時除去効率を達成するためには、 容易に吸収、除塵できる物質である必要がある、湿式洗浄等の倍人粒子除去性能を、バグフィルターや電気修人機に対して、比較評価する。これらの装置に対する湿式洗浄等の利点は次の、通り湿式洗浄等は、腐食が欠点であり、同伴飛沫の分離やミストの除去が、高効率の性能を得たり、使用液の排水処理、再利用に必要である。 湿式洗浄等は、サンプラント、肥料プラント、製鉄、アスファルトプラントや、大きな発電所のような、様々な工業で用いられている。湿式洗浄等のシステムは、通常火器のような構成である。典型的な湿式洗浄プロセスは次の通りである。湿式洗浄等は、運転の方法が多様なことから、おきれいに分類するのは難しい。 囚人を目的とした線上灯は通常ガス系統の圧力損失で分類される。ガス速圧力損失とはガスが線上灯を通る際に起こる圧力の際、すなわち圧力損失を示す。線上灯は圧力損失で次の通り分類分けされる。しかし、多くの線上灯は広い圧力損失範囲で運転される。これは、各々の使用目的によるため、 この種の分類分けは難しい。湿式洗浄等を分類分けする方法は他に、主に媒人粒子を集めるのか、ガス状の汚染物質なのか、洗浄等の利用方法によるものがある。しかし、この分類分けは、洗浄等が両汚染物質を除去するために用いられることが多いため、必ずしも明確でない。湿式洗浄等はまた、ガス症で気液接触するのか、 液層なのかにより分類することができる。洗浄等は汚染物質を含むガスが液と接触する要素を風や、層液に電力やエネルギーを用いるように設計されている。これらの種別を下記に示す。腐食は、化学工業で用いられる洗浄システムにおいて最も大きな問題である。繊維強化プラスチックや二重コーティングがよく使用する材料として選定されている。 ありがとうございます。